パクパ。今日は大ドッキリ大会の1回目をやらさせていただきます。第1回目に私の標的になった人は、今回私ね30年以上ぶりにお会いするマジシャンでございます。デブですって言ってやるねからくりさんがどのくらい私のドッキリでちっちゃくなっていくか、小さくなるからくりドールをお見せできたらと思います。こっからはドッキリですからね、お楽しみください。よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。ちょっとマイクが遅れてまして、はい、もうすぐ来ると思うんですけど、はい、全然とんでもございません。よろしくお願いいたします。なんか YouTube も見ませていただけるとか。もう全然何でも好きなように。ありがとうございます。お願いいたします。18ぐらいからです。18、28、38、48、40年です。あ、40年ですか、はい、すごいですね。すいません、よろしくお願いいたします。私ね、はい、何年か前、2年ぐらい前に、はい、たまたまからくりさんの YouTube 見てて、はい、見たんですよ、はいはいはい、ね、で、ミスターマリックに騙されたって言ってなぜかいやいや、はいえそうなんです。いや、わけわかんないもんで、はいはいはい、人聞き悪いもんで、そうですよね、失礼ですよね。ね、はい、もう見てもいないんだけども。あ、そうなんですか。いや、だって私に騙されたいって、はい、いや怒らない人いないでしょ。あ、そうですね。ちょっと今日お話してくれる。はい、何私がカラフルさんを騙したって言って、はい、一本動画上げてるんでしょ、うん、そうなんです。何を私に騙されたかを言っていただかないと、はい、あ、よろしいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。なんか喋ったでしょ。私に騙されたいうことを。そうです。そうなんです。人気悪いよね。いや、一応釣りなんで、うん、釣ろうと思ってそうしたんですけども、はい、昔ですね、ご担当のその事務所にお邪魔させていただいてた時に。何年前の話ですか。もう40年ほど前。40年前の話を、はい、いや、もう鮮明に覚えてるんですけども、天陽さんの大会にお出になるっていうことを出ました、はい、っていう時に僕お邪魔するたんびに、とにかくマジックってステージマジックって出が肝心だよってお話を。もちろんです。もう出がもうね、はい、つかまないとダメです、はい、もうしょっちゅう言ってました、はい、っていうふうに言っていただいて、はい、でもう今度天陽の大会出るんだよとおっしゃられて、どういう出にしようかなってすごく考えてるんだよ、すごいワクワクしまして、それで何十人もそうですね、12、3人の学校のクラブの友達と合わせてですね、みんなで三越劇場行きました、はい、それで次は、まあ、当時本名でやられてって松尾さんですどうぞって言った時にわーって開いたら松尾さん立ち止まりました。っていう、そういうお話でございまして、それで騙したことになるんだ。そうなんです。私はいつも出が大事だから、はい、勢いよくバーンと出なきゃいけないっていう話してたのに、はい、なぜかその三越劇場は、はい、私が立ちで始めたから。そうなんです。ってみんなですごいずっこけたっていう話なんです。一応釣りだったもんですから。いや、
YouTube ね、私も今やらさせてもらってるけども、はい、本当にね、視聴回数取るの大変でね、そういう言い方して取るんだね。なんかもう釣りなんですね。よくやってくれましたね。失礼です、本当に申し訳ない。よくやってくれるね、そんなこと。いやいやいや、いやそういう時はね、はい、ちゃんと言ってきていただいて、はい、ね、はい、こんなことで騙されましたけど、なんでですか、ぐらいは聞いてきていただきたい。わかりました。わかりました。はい、じゃあここまでは、はい、はい、どうしてるかいやいや、言っていいですか、言っていいですか、見た感じは分かんないかもしれないですけど、死にそうでしたから今。本当ですか、全然成功してない。いや、成功、いやいや、何を思ってたのと思って。僕、皆さんは普通にこう接してらっしゃるかもしれないですけど、神ですから。いやもうそう、神が神に怒られた。いや、カラグルーズさん、ドッキリでしたから、はい、全然気にしてませんから、大丈夫です。しかも全部見てらっしゃるんですね。ちゃんと理解しておりましたから。いや、すいません。いや、せっかく来ていただくのに、はい、ね、普通に真面目にお話しするよりは、はい、カラグルーズさんしか驚かないっていうことを、ね、ちょっと、頭にやらさせて。この間近で見てるとね、あ、これ以上言うとちょっといかんなと思ったところで寸止めしてたんですけどね。来てる。いや。私はなぜ板付きで出たかっていうね、はい、お答えしとかないと。はいはいはい。ね、40年前の謎が解けるんですか。そう。新しくネタを毎年作ってたんですね、はい、鳩を出したり花出したりして、はい、オーソドックスなマジックをずっとやってきた時に、はい、初めて、はい、電球っていう電球ね、はいはいはい、フローティング電球、はいはい、空中に電球を浮かばせるっていうのを発表する年なんですよ、ね、はい、暗くしなきゃいけないマジックを見せる時に最初に明るくしておくと、それをやるときにスッと照明が落ちたら、はい、これは暗くしないとできないのかと思われないですか。思います、お客さんは思います、絶対。そのためにどうしても頭が暗いところから始めなきゃいけないって、出ができなかった登場はね、たったそれだけ。それから後半明るくしたっていうマジックによって、当然ね、できないときも例外があるっていう人、はい、世の中に例外があるっていうお話ですよ、これは。わかりました。いいですか。はい、カラクリさんとはね、はい、本当にね、すぐ近くでマジックの専門店をね、はい、作った時に貴重な写真が1枚ありましてね、なんかクソ生意気そうなガキですね。ちょっとYouTube でね、はい、はい、このスマートな、このいい男、勘弁してください。こんな時が あったんですよね。あったんです。ビフォーアフターどこじゃないですよ、これ。いや。これ何歳ぐらい、高校生。高校生ですね、17ぐらいですかね。ね。はい。専門店ですから。はい。ね、もう一日いても楽しいじゃないですか。はい、楽しい。宝島みたいなもんですから。宝島です。で、もう、こういう彼みたいな子が毎日来るから、もう椅子ももうね、下げちゃって、もうこうやって座ったらずっと一日いるから、それでも立ってでも一日いたからね。当時は立てましたから、はい。というね、立ってる、ね、あの頃のショップのね、はい、まあ、写真は見たことあるでしょうけど、はい、すごいね、これね、こういうグラフ、こうなってて、はい、今からあの時代にパッとトリップできますからね。ちょっと待って、ちょっとこの男の顔をちょっと見て、ね、心の準備が、はい、五反田ショップ覚えてますね。覚えてます、ね、はい、あそこに毎日来てたところに、はい、これを覗くと、はい、そこへ行けちゃうんですよ。本当ですか。違う、その当時じゃないですか。ちょっと一個だけいいですか。ごめんなさい、僕今マリックさんだと思ってお話できるんですね。でカラクリドールっていう、一応カラクリドールでマリックさんだからこう普通にお話できるんですけど、松尾さんには怖くて話せません。松尾さん
40年前トリップするでしょします。懐かしいと思いません？いや懐かしい。もう40年ってあっという間ですね。いやいやあのもう本当皆さんが普通に会話されてるじゃないですか。そうそうそう、神ですから。神がいるんです。神がそれが原点ですよね。原点ですね。原点でしょこれ。その通りでございます。この中の松尾さんがいなかったら、うん、カラクリドルマジックやってませんから。本当神棚開けときたいですよね。もう本当タイム、本当にタイムトリップあるね、あるんですねっていう。こんな喜んでもらえて嬉しいですよ。いやいや、もういろんな出てきます。出てくるよね。はい。じゃあ、あのせっかく来ていただいたので、はい、ちょっとあの久しぶりで初めての方もいますから、はい、あのここで、はい、ちょっと一つだけやっていただいて、はい、一つだけね、はい、で私も一緒に見させていただきますの で、 で適当にあのね、あの感想言わせてもらいますので。緊張します。いやいやいや、せっかくだから もうこれで帰っていいです。人の言っただけ、ね、はい、わかりました。ちょっと面白いことをやりますから、はい、お願いします。お願いします、はい、お願いします。せーの、デブ。本当に言うんだよ、本当に言うんだよ。これついてる。